三毛別ヒグマ事件とは、1915年12月9日から12月14日にかけて、北海道戸前郡戸前村三毛別六千沢で発生した熊の獣害としては、日本史上最悪の被害を出した熊が三毛別事件や六千沢熊が事件、戸前井ヒグマ事件、戸前三毛別事件とも呼ばれる、江ゾヒグマが数度にわたり、民家を襲い、開拓民7名が、 死亡、三名が重傷を負った。事件を受けて討伐隊が組織され、問題のクマが射殺されたことで、事態は収束した。札幌市厚別区の北海道開拓の村に再現された、開拓民の小屋。当時の三毛別の家々も、これと似たようなものだった三毛別ヒグマ事件現場三毛、別ヒグマ事件現場事件の現場となった、北海道三毛別六千沢は、 日本海の沿岸から内陸へ3 0トルほど入った地区である。地名の、三毛別は、アイヌ語で、川下へ流し出す川を意味する、三毛へ別に由来する。なお、六千、沢の住民は東北などから移住してきた人々で、もともと住んでいた人はいない。1915年11月初旬のある夜明け前、六千、沢の池だけに巨大なヒグマが姿を現した。 海馬が驚いて暴れたため、その時の被害は保存食のトウモロコシに止まった。村は開拓の短所にかかったばかりの土地でもあり、このような野生動物の襲来は珍しいものではなかったが、主人である池田富蔵はぬかるみに残った足跡の大きさに懸念を持った。11月20日、再びヒグマが現れた。馬への被害を避けようと、富蔵は在所と、 隣村から二人のマタギを呼び、三人で待ち伏せることにした。三十日、三度現れたヒグマに打ちかけたが、仕留めるには至らなかった。その夜、長男、富吉や妻に留守を頼み、次男、亀次郎を加えた四人で、鬼鹿山方向へ続く足跡を追い結婚を確認したものの、地吹雪がひどくなりそれ以上の追撃を断念した。マタギたちは、普段のヒグマは、 穴持たずという何らかの理由により冬眠し、損ねた熊であると語った。さらに足跡の巨大さから、この熊はあまりの巨体のため、自分の身に合う越冬穴を見つけられなかったのではないかと推測し、穴持たずとなった熊は非常に凶暴であることを付け加えた。大竹の三劇、編集秋から冬にかけ、開拓村では収穫した農作物を出荷する。 様々な作業に追われていた。三家別のような壁地では、それらの作業は人力に頼らざるを得ず、男たちの多くは出払っていた。12月9日の朝、三家別川上流に今日構える大竹でも、同家に寄宿していた伐採を制御とする長松陽吉が一足早く仕事に向かい、当主の大田三郎も氷橋に用いる桁材を切り出すため出かけ、三郎の内縁の妻、 安倍マユと大竹に養子に迎えられる予定であった、ハ見美ミキの二人が留守に残り、小豆の選別作業をしていた。同日の昼、陽吉が食事のために帰宅すると、土間のいろり端に、美キオがポツンと座っていた。ふざけて、タヌキネイルをしているのだろうと思った陽吉は、わざと大声で話しかけながら近づき、美キオの肩に手をかけて覗き込んだ。その時、陽吉は、 三木雄の顔下に流れ出た血の塊と何かで鋭くえぐられた喉元の傷を見つけ驚愕した。側頭部には親指台の穴が開けられ、すでに三木雄は息絶えていた。陽吉は恐怖に震えながら、眉を呼んだが何の応答もなく、ただ薄暗い奥の今から異様な周期が漂うのみであった。ただならぬ事態を察した陽吉は家を飛び出し、下流の佳橋現場に走った。 駆けつけた村の男たちは、踏み入った大竹の様子に衝撃を受けつつも、これがヒグマの仕業だと知るところとなった。入り口の反対側にあるトウモロコシを干してあった窓は、破られ、そこから土間のいろりまで一直線に続く、ヒグマの足跡が見つかった。トウモロコシを食べようと窓に近づいたヒグマの姿に、ゆとミキ清が驚いて声を上げ、これがヒグマを刺激したものと思われた。 足跡が続く今を調べると、くすぶる焚き木がいくつか転がり、柄が折れた血染めのマサカリがあった。ぐるりと回るようなヒグマの足跡は、部屋の隅に続き、そこは鮮血に濡れていた。それは、マサカリや燃える焚き木を振りかざして抵抗しつつ逃げる。眉がついに捕まり、攻撃を受けて、重傷を負ったことを示していた。そこから、ヒグマは眉を引きずりながら、土間を通って窓から屋外に出たらしく、 窓枠には、眉のものとおぼしき数十本の頭髪が絡みついていた。陽吉が三木尾の死に気づいた時、土間にはまだ暖かい虫焼きのジャガイモが転がっていたという。そのことから、事件が起こってからさほど時間は経っていないと思われた。また、午前十時半過ぎに三毛別の村人が、大竹の窓側を通る農道を馬に乗って、通り過ぎていた。彼は、家から森に続く。 何かを引きずった痕跡と地の線に気づいたが、また苦い物を山から下ろし大竹で休んでいるものと思い、その時は特に騒ぎ立てなかった。これらのことから事件は午前10時半頃に起こったと推測された。事件の一方に村は大騒動となった。しかし、12月の北海道は火が傾くのも早く、三清の遺体を今に安置した頃には午後3時を過ぎ、この日に撃てる手は少なかった。 男たちは、大竹から五百メートルほど下流の妙計安太郎の家に集まり、前後策を話し合った。ヒグマ討伐や眉の遺体奪回は、翌日にせざるを得ないが、鳥急ぎとままへ、村役場と古坦別巡査中在所、そして、三清の実家である力昼村の見家への連絡を取らなければならない。しかし、通信手段は誰かが直に出向くより他になかった。 大竹の近くに住む男性が死者役に選ばれたが本人が嫌がったため代わりに斉藤石五郎が引き受けることになった。大竹よりもさらに上流に家を構える石五郎は所要にて当主安太郎が鬼鹿村へ外出しなければならない明景家に妊娠中の妻竹三男岩尾四男春吉の家族三人を避難させ陽吉も 男手として同白する手はずが取られた。創作、編集早朝、斉藤石五郎は村を後にした。残る男たちは、ヒグマを討伐して、眉の遺体を収容すべく、約30人の創作隊を結成した。昨日の足跡を追って、森に入った彼らは、150メートルほど進んだあたりで、ヒグマと遭遇した。馬を軽験と超える大きさ、全身黒褐色の一色ながら、 胸のあたりに、けさがけと呼ばれる白斑を持つヒグマは捜索隊に襲いかかった。鉄砲を持った5人が何とか銃口を向けたが、手入れが行き届いていなかったため発砲できたのはたった1丁だけだった。怒り狂うヒグマに捜索隊は散り散りとなったが、あっけなくヒグマが逃走に転じたため、彼らに被害はなかった。改めて周囲を捜索した彼らは、 大竹から150メートル離れた場所にあると松の根元に小枝が重ねられ、地に染まった雪の一角があることに気づいた。その下にあったのは黒い足袋を履き、ぶどう色の毛ャハンガから膝元の足と頭蓋の一部しか残されていない眉の遺体だった。このヒグマは人間の肉の味を覚えた。眉の遺体を雪に隠そうとしたのは保存食にするための行動だった。 大竹家への再重ね、編集当時の開拓村の家夜になり、三尾の両親とその知人の3名が到着。大竹では、三尾と真悠の艶が行われたが、村民は、ヒグマの襲来に怯え、参列したのは六千沢から3人、三毛別から2人と三尾の両親とその知人、母主の大田三郎の合わせて9人だけだった。三清の実母、霞千瀬が酒の尺に回っていた午後8時半頃、 大きな音と共とに、今の壁が突如崩れ、ヒグマが眉の遺体を取り返すために室内に乱入してきた。缶を毛が打ち返されて遺体が散らばり、恐怖に駆られた改装者たちは梁に登り、野菜置き場や便所に逃れるなどして、身を隠そうとした。この騒ぎの中でも、気力を絞って石油缶を打ち鳴らして、ヒグマを脅す者に勇気づけられ、銃を持ち込んでいた男が打ちかけた。 さらに300メートルほど離れた中川孫一宅で食事をしていた50人ほどの男たちが物音や叫び声を聞いて駆けつけたが、その頃にはヒグマはすでに姿を消していた。犠牲者が出なかったことに安堵した一同は、一旦名景家に退避しようと下流へ向かった名景家の惨劇、編集北海道開拓の村に再現された開拓小屋の内部。 大竹や明景家のいろり端を彷彿とさせる。その頃、明景家には、明景や太郎の妻、やよ、長男、力蔵、次男、裕次郎、長女、久野、三男、金倉、四男、梅吉の六人と、斎藤家から避難していた妊婦の竹、岩、春吉の三人、そして、陽吉の合計十人がいた。前日の大竹の騒動を受け、 避難した女や子供らは火を焚きつつ怯えながら過ごしていた。護衛は近隣に食事に出かけ、さらに、大竹へのヒグマ再出没の法を受けて出動していたため、男手として残っていたのは陽吉だけで、主人の安太郎は所用で鬼鹿村へ出かけており、不在だった。大竹から逃れたヒグマは、まさにこの守りのいない状態の名慶家に向かっていた。大竹から、 ヒグマが消えてから20分と経たない午後8時50分頃、ヤヨが背中に梅吉を背負いながら討伐隊の夜食を準備していると、地響きと共に窓を破って、黒い塊が侵入してきた。ヤヨは、誰が何したと声を上げたが、帰ってくる言葉はない。その正体は、見たこともない巨大なヒグマだった。カボチャを煮る、いろりの大鍋がひっくり返されて、 炎は消え、混乱の中でランプなどの明かりも消え、家の中は暗闇となった。八代は屋外へ逃げようとしたが、恐怖のためにすがりついてきた雄二郎に足元を取られて、よろけてしまう。そこへ、ヒグマが襲いかかり、背負っていた梅吉に噛みついた後、三人を手元に引きずり込んで八代の頭部をかじった。だが、直後にヒグマは逃げようと戸口に走っていく陽吉に気を取られて、 母子を放したため、弥生はこの暇に、雄次郎と梅吉を連れて脱出した。追われた陽吉は物陰に隠れようとしたが、ヒグマの牙を腰のあたりに受けた。陽吉の悲鳴にヒグマは再度攻撃目標を変え、七人が取り残されている屋内に目を向けた。ヒグマは金倉と春吉を一撃で撲殺し、さらに岩に噛みついた。この時、野菜置き場に隠れていた竹が、 むしろから顔を出してしまい、それに気づいたヒグマは彼女にも襲いかかった。今に引きずり出された竹は、払い破らんでくれ。喉食って殺して。と退治の命乞いをしたが、上半身から食われ始めた。川下に向かっていた一行は、激しい物音と絶叫を耳にして急いだ。そこへ、重傷の野与と子供たちがたどり着き、皆は、名経家で何が起こっているかを知った。 重傷を負いながらも脱出してきた陽吉を保護した後、男たちは、名惑家を取り囲んだが、暗闇となった屋内にはうかつに踏み込めない。中からは、竹と思われる女の断末間のうめき声、肉を咀嚼し骨を噛み砕く異様な音が響き、熊の暴れ回る鈍い音がした。一か八か、家に火をかける案や、闇雲に一斉射撃しようという意見も出たが、 子供たちの生存に望みをかける野世が必死に反対した。一同は二手に分かれ、入り口近くに銃を構えた10名余りを中心に配置し、残りは家の裏手に回った。裏手の者が空砲を2発撃つと、ヒグマは入り口を破り表で待つ男たちの前に現れた。戦闘の男が撃とうとしたが、またも不発に終わり、他の者も撃ちかねている暇にヒグマは姿を消した。 岩皮の松明を手に、明景家に入った者の目に飛び込んできたのは、飛沫で天井裏まで濡れるほどの血の海、そして無残に食い裂かれた竹、春吉、金蔵の遺体であった。上半身を食われた竹の腹は破られたエジが、引きずり出されていたが、ヒグマが手を出した様子はなく、その時には少し動いていたという。しかし一時間後には死亡した。力蔵は、 雑穀病の影に隠れて難を逃れ、殺戮の一部始終を目撃していた。久野は失神し、無防備なまま今まで倒れていたが、不思議なことに、彼女も無事だった。急いで力蔵と久野を保護し、遺体を収容した一行が家を出たところ、屋内から不意に男児の声が上がった。日露戦争帰りの者が一人中に戻ると、むしろの下に隠されていた重傷の岩を見つけた。 岩は肩や胸に噛みつかれて、傷を負い、左大腿部から、電部は食われて骨だけになっていた。六千、沢の全十五個の住民は、三家別にある三家別分教場へ避難することになり、重傷者たちも三キロメートル川下の辻家に収容されて、応急の手当てを受けた。岩は母、竹の残死を知るすべもないまま、おっかー、熊取ってけれ、と上事を漏らし、 水をし切りに求めつつ20分後に生きえた。この2日間で6人、胎児を含めると7人の命が奪われ、3人が重傷を負った。重傷者たちは翌日さらに3キロメートル下流の家に移り、古端別の沢谷委員に入院したのは12日のことだった。すべての住民が三毛別分教場に避難した六千沢に人影はなく、怯えながら固く、戸締まりをした三毛別の 格納家がヒグマよけに炊く炎が昨夜から不気味に乾燥を照らしていた。小村の住民だけではもはやなす術はなく、三毛別地区区長の大川与崎地と村の長老や有志、駐在所巡査、五両局分担区員、分教場教師らが話し合い、ヒグマ退治の応援を警察や行政に頼ることを決議した。その一方、家族に降りかかった悲劇を知らず、雪道を行く。 斉藤石五郎は、役場と警察に、大竹の事件報告を終えて10日は、戸間前に宿を取り、11日昼近くにキロに着いた。下流の三毛別にたどり着き、妻子の受難を知らされ、呆然と雪上に倒れ伏しただ道国を、あげるしかなかった。討伐隊の組織、編集六戦、沢日熊襲撃の連絡は、北海道庁にもたらされ、北海道庁警察部保安課から、 ハボロ文書長の菅密具に討伐隊の組織が指示された。討伐隊の本部は、三毛別にある大川京三吉の家に置かれた。一方、死亡者の検死のため馬ぞりで一足早く現地に乗り込んだ医師は、正午頃山道でヒグマの糞を発見した。それを検分し、中から人骨、髪の毛、未消化の人肉を見つけて立ちすくんだ。関係部は副隊長に、 低室林や管理局、近隣の青年会や、消防団、志願の若者や、愛のたちにも協力を仰ぎ、村田重六十町や、浜物類、日本刀を携えた者を含め、二百七十人以上が、三毛別に集まった。副隊長には、土地勘がある、低室林や管理局、羽幌出張所古坦別分担区主任の義手である、木戸康信と、三毛別分教場の教頭であった。 松田定一を置き、隊長の関係部は防衛線であるシャトメ橋を封鎖する一方、討伐隊を差し向けた。しかし、林野にうまく紛れる、ヒグマの姿を捉えることはできなかった。待ち伏せ、編集夕暮れが迫り、手応えを得られない、討伐隊本部は、検討を重ねた。ヒグマには獲物を取り戻そうとする習性がある。これを利用しヒグマをおびき寄せる策が提案されたが、 その獲物が意味するものを前に、本部内の意見は割れた。艦隊長は、目的のためこの案を採用し、罵声さえ覚悟して、遺族と村人の前に立った。しかし、説明に誰一人意義を唱える者はおらず、皆は静かに受け入れた。事態はそれだけ切迫していた。こうして、犠牲者の遺体を餌にヒグマをおびき寄せるという、前代未聞の作戦が採用された。作戦は直ちに実行された。 銃の扱いに慣れた7名が選ばれ、交代要員一人を除く6名が補強した針の上でヒグマを待った。今に置かれた胎児を含む6遺体の死繍の中、森から姿を現したヒグマに一度片酢を飲んで後期を待った。しかし、家の寸前で、ヒグマは歩みを止めて中を警戒すると何度か家の周りを巡り、森へ引き返していった。その後大竹に3度目の死にを加わてたが、 隊員は立ちすくむのみだった。男たちはそのまま翌日まで待ち伏せたが、ヒグマは現れず、作戦は失敗に終わった。この日、旭川の陸軍第7師団から不評、第28連隊が事態収集のために投入される運びとなり、将兵30名が出動した。一方、ヒグマは村人不在の家々を荒らし回っていた。飼われていた鳥を食い殺し、 味噌やニシン付けなどの保存食を荒らし、さらに服や寝具などをズタズタにしていた。中でも特徴的なのは女が使っていた枕や温めて湯たんぽ代わりに用いる石などに異様なほどの執着を示していた点だった。三家別川右岸の発見がこの被害にあったが、ヒグマの発見には至らなかった。しかし、その暴れぶりからもヒグマの行動は慎重さを書き始めていた。 味を占めた獲物が見つからず、昼間であるにもかかわらず大胆に人家に踏み込むなど、警戒心が薄れていた。そして、行動域がだんだんと下流まで伸び、発見される危険性の高まりを認識できていなかった。艦隊長は氷橋を防衛線とし、ここに打ち手を配置し、警戒に当てた。午後8時頃、橋田警備についていた一人が、対岸の切り株の影に不審を感じた。 六株あるはずの切り株が明らかに一本多くしかもかすかに動いているものがある。報告を受けた艦隊長が人か熊かと大声で追加するも返答がない。隊長の命令の元内主が対岸や橋の上から銃を放った。すると怪しい影は動き出し闇に紛れて姿を消した。やはり問題のヒグマだったのだと仕とめ損ないを悔やむ声も上がったが 体調は手応えを感じ取っていた。最後、編集空が知らむのを待ちたい岩を調査した一行は、そこにヒグマの足跡と結婚を見つけた。銃弾を受けていれば、動きが鈍るはずと、急いで討伐隊を差し向ける決定が下された。一行の他に、10日の深夜に話を聞きつけて、三毛別に入った山本平吉という熊内がいた。鬼鹿村恩音に住む平吉は、 若い頃にサバサキ包丁一本でヒグマを倒し、サバサキの兄と異名を持つ人物で、軍防と日露戦争の戦利品であるロシア製ライフルを手に、数多くの獲物を仕留めた、弟子お国でも評判が高いまたぎだった。彼が11月に起こった池田家の熊の出没さえ、知っていたなら9日の悲劇も10日の惨劇も、起こらなかったものと、誰もが悔しがった。孫によれば、 時に飲むと荒くなることもあるが、至って面倒見もよく、優しい面を持ち合わせていたという。平吉は討伐隊と別れ、単独で山に入った。ヒグマは、頂上付近で、水ならの木に捕まり体を休めていた。その意識は、ふもとを登る、討伐隊に向けられ、平吉の存在には全く気づいていない。音を立てぬように二十メートルほどにじり寄った平吉は、春にれの木に一旦身を隠し、 銃を構えた。銃声が響き、一発目の弾はヒグマの心臓近くを撃ち抜いた。しかしヒグマは、ひるむことなく立ち上がって、平吉を睨みつけた。平吉は即座に次の弾を込め、素早く放たれた二発目は頭部を正確に射抜いた。12月14日午前10時、とどろいた銃声に急ぎ駆けつけた、討伐隊が見たものは、村を恐怖の底に叩き落としたヒグマの死骸だった。 クマ風、編集ヒグマは金毛を交えた黒化四色のオスで重さ3 4 0ラム、身の丈2.7メートルにも及び、胸官から背中にかけてけさがけといわれる球状の白斑を交えた大物であった。推定7から8歳と見られ、頭部の金毛は針のように硬く、体に比べ頭部が異常に大きかった。これほど特徴のあるクマを誰も見たことがないという。 隊員たちは怒りや恨みを爆発させ、棒で殴る者、蹴りつけ踏みつける者など、様々だった。やがて誰ともなく、万歳を叫び出し、トーバツ隊200人の声がこだました。終わってみると12日からの3日間で投入された、トーバツ隊員は延べ600人、愛の剣10頭以上、導入された鉄砲は60丁に上る未曽有の、討伐劇であった。ヒグマの死骸は、 人々が引きずって農道まで下ろされ、馬ぞりに積まれた。しかし、馬が暴れて言うことを聞かず、仕方なく大人数でソリを引き始めた。すると、にわかに空が曇り雪が降り始めた。事件発生から、この三日間は、晴天が続いていたのだが、雪は激しい吹雪に変わり、二から一ソリを引く一行を激しく打った。言い伝えによれば、熊を殺すと空が荒れるという、この天候を、 村人たちは、熊風と呼んで語り継いだ。解剖、編集も吹雪に、5キロメートルの下り道を1時間半かけて、ヒグマの死骸は、三家別青年会館に運ばれた。ウリュウ軍から来た、アイヌの夫婦は、このヒグマは数日前に、ウリュウで女を食害した獣だと語り、証拠に腹から赤い肌着の切れ端が出ると言った。あるまたには、旭川でやはり女を食ったヒグマならば、 肉色のキャハンが見つかると言った。山本平吉は、このヒグマが手塩で半端の女を食い殺し、三人のまたぎに追われていた奴に違いないと述べた。解剖が始まりを開くと、中から赤い布、肉色のキャハン、そして安倍眉が着用していたブドウ色のキャハンが、絡んだ頭髪と共に見つかり、皆は悲しみをあらわにした。川は、 いたばりされて乾燥させるため長い間晒された。その後、肝などとともに50円で売却され、この金は頭膜隊から被害者に送られた。毛皮や頭蓋骨は消息不明である。頭部に傷を負いながらも気丈な姿を見せた八代は、順調に回復したが、背負われたまま噛みつかれた。病気梅吉は、後遺症に苦しみつつ2年8ヶ月後に死亡した。 この少年を含め事件の死者を8人とすることもある。同じ家でヒグマの襲撃から生還した、妙気雄次郎は事件の27年後に太平洋戦争で戦死した。長松陽吉も回復し、翌春には仕事に戻ったが川に転落して死亡した。ヒグマに受けた傷が影響したのかは定かではない。事態は解決しても村人に心理的恐怖を残した。 損害を頼れる者は、早々に六千差はおさったが、多くは、そのようなつてを持っていなかった。壊された家屋を修理し、荒らされたヤグや衣類の代わりに火に当たりながら、何とか越冬した。しかし春になっても村人は気力を取り戻せず、家族を亡くした、大田三郎は家を焼き払って、羽ぼろへ去り、その後生まれ育った青森に移ったが、早くして死去したという。 六千沢は一人また一人と村を去り、下流の辻家を除いて、最終的に集落は無人の地に返した。ヒグマを仕留めた山本平吉はその後も、またぎとして山屋を駆け回り、1950年に92歳で亡くなった。彼の孫によると、生涯で倒したヒグマは300頭を超えるという、区長の大川蔵吉の息子、大川春吉は、 その後、名うてのヒグマ討ちとなった。これは、犠牲者一人につき十頭のヒグマを仕留めるという、誓いによるもので、62年をかけ102頭を数えた、ところで引退し、亡くなった村人を鎮魂する、熊谷霊碑を三景の三景神社に混立した。また、春吉の息子、高吉も、同じ苦漁師となり、1980年には、父、春吉も追跡していた。 体重 500kg というオオヒグマ、北海太郎を8年がかりの追跡の末に仕留めている。さらにその5年後には他のハンターと2人で体重 350kg の熊、警告の次郎も仕留めている。事件が新聞市場で報道されたのは12月13日付の北海タイムスと小樽新聞が最も早く、函館毎日新聞が14日。 箱館新聞は19日になって、やっと一報を掲載した。このような遅れは、通信手段が確立していない上に事件が山奥の小村だったこともわざいした。ただし、北海タイムスは13日から25日まで毎日、記事を掲載し、情報が入らない日は、過去の熊谷事件を熊物語と題して報じた。 小樽新聞も断続的に1月28日まで事件記事を載せ、山本平吉へのインタビューも言った。しかし、この事件は人々の記憶から消える。それは、1878年1月11日から12日に起きた札幌岡玉事件の記録が詳細に残され、事件を起こしたヒグマの白星が保存された上に、明治天皇が観覧したことが広く報道され、これが、 熊谷事件の代表として認知されたことが影響している。高倉新一郎も著作でこの事件を大きく取り上げる。一方で、三毛別ヒグマ事件は、補足的な再録にとどまり、被災の詳細などにも間違いが見られる。2>, 2から2。ノンフィクション作家の木村森武は、朝日川五端別のエリン所に農林技官として勤務していた1961年から、事件を記録として残すべく。 調査を開始した。すでに58年が経過し、しかもほとんど資料が残されていない中、木村は当時三家別に住んでいた人々をたどり、入念な聞き取りを行った。多くの当事者はすでに世を去っており、また存命の人々も辛い過去を思い出させる取材に、協力的でないものも多かったが、足掛け4年の調査を経て、報告、従来死災大の惨劇とままいヒグマ事件をまとめた。 これは1980年に復刻され、さらに1994年には共同文化社から、同国の谷ザ・デビルズ・バレーとして出版された。作家の吉村明も事件を取材し、これを小説、ヒグマ・嵐にまとめた。同作は TBS ラジオでドラマ化もされた。同作の執筆に際し、事前の取材では、木村森竹をはじめ、当時在京した人々から、 事件のあらましを聞いている。また、木村森武の著書の一つで、1983年に出版された、エゾヒグマ百科、ヒグマそこが知りたいにもこの事件の経緯が記されている。事件は、島民に失敗した、いわゆる穴持たずが、空腹に凶暴性を増し引き起こした例と思われていた。しかし、その後同じケースの事件は発生しておらず、近年ではこの説には、 多くの疑問が提されている。むしろ、江戸時代後期から続く、二カス製造用に焚き木を得るための森林伐採と、明治以降の内陸部開拓が、相まって、野生動物と人間の活動範囲が重なった結果が、引き起こした事件とも言及されている。三毛別ヒグマ事件の現場近くにある石碑この事件を、記録した木村森武は、なぜこれほどの大惨事となったのか分析している。 最初に出没した際に手追いのままヒグマを打ち漏らしたことや一般の農民が用いることなどまずない銃の手入れ不足が招いた不発の連続なども要因ではあるがここではヒグマの行動について特に言及する火を恐れない事件発生後村民は火を焚いてヒグマを避けようとしており人々が民警化に避難した際や文教場に対比する際に 多くの焚き火が燃やされたことが記録されている。これらの行動は一般に言われる、野生動物は火を怖がるという風説を信じたものだが、実際は、太田、名景良家の襲撃に見られるように、ヒグマは、灯火や焚き火などに拒否反応を示すことはない。執着心が強い事件はこの定説を裏付けている。トウモロコシを何度も狙っている点や、以前に、 複数の女を食い殺したヒグマが未気別でも女の衣類などに異常な執着を示している点からも確認できる。また、アベマユを食害した際に食べ残しを雪に隠したこと、大竹に何度も出没したことなども同じヒグマの特性による。その一方で、馬への被害は皆無だった。また、このヒグマは女や幼い男の子の肉の味を覚えてしまったことも原因である。逃げる者を おう、名景、やよらが、九死に一生を得た理由は、ヒグマが逃げるおどに気を取られたためである。このように、たとえ捕食中であってもヒグマは逃避するものを、反射的に追ってしまう傾向にある。死んだふりは、無意味名景化の惨劇において、気絶し無防備に横たわる名景ヒサのと、結果的には助からなかったが大事はヒグマに、攻撃されなかった。これは、 ヒグマが動かないものを襲わないというわけではなく、その時にただ単に他に食べ物があっただけと考えられる。他にも、ヒサノは女だがまだ幼く、ヒグマは大人の女の肉を好んだ可能性もある。事実、妊婦を襲ってはいるが、胎児は襲わなかった。一度人間の味を覚えた個体は危険一般にクマは人を恐れ、人を襲うのは突然人間と出会った恐怖心からと言われている。 それを防ぐためには、鈴などを鳴らして、人間の存在を事前に知らせ鉢合わせする機会を減らせばよいとされる。だが、人間の無力さと人肉の味を知ったクマの個体は、人間を獲物と認識するようになる。その場合、鈴の音などを鳴らすと獲物の存在を知らせることになり、かえって危険である。なお、火を恐れない、執着心が強い、動くものを追うなどの習性は、後年発生した。 石狩沼田掘新事件、福岡大学ワンダーフォーゲルブヒグマ事件の、加害ヒグマの行動としても確認されている。ファイル、三ケベツビルボード 01.jpg ベアロードの、看板とままへ調律共同資料館に展示品や記録があるほか、実際事件が起こった六千沢には、町民の手によって、当時の情景が再現された、三ケベツヒグマ事件復元地がある。 鬱蒼と木々が茂る一角に、当時の生活を再現した家屋の復元、事件を解説する看板、犠牲者の慰霊碑、そして民家に襲いかかろうとするヒグマの像がある。場所は、国道239号古丹別交差点から、北海道道線49号、戸間前昌平線を南に入り、約16キロメートル、三毛別側にかかるその名も、シャトメ橋の先にある。 ちなみに実際に事件が発生した、大田や、明景家が存在した場所から、数百メートル上流側に離れている。近くに民家がないばかりか、実際に熊が出没することもあるため、来訪する際は注意が必要である。三毛別ヒグマ事件復元地また、この北海道道1049号は、ベアーロードとの別名が付けられ、入り口や路傍に、熊の絵が描かれた看板が、 随所に見られる。事件から100年になる2015年10月15日に、復元地で地元の有志らによる100回きつい投稿用が行われた。小説ラジオドラマテレビ舞台公演漫画映画小説。漫画ストーリーは本事件とは全く無関係である。ラジオドラマ本客中は出展書籍内で提示されている出展を示しています。ありがとうございます。